ピンポンパンポーン。このラジオは絵を描く上での参考には全くなりませんので、あらかじめご了承ください。かっこ、こいつさんが話している内容は参考になる場合があります。かっこ閉じる。パンポンピンチーン。サルさん。おい。絵は好きですか？うき、嫌い。嫌い嫌いなんだ。嫌いです。もちろん嫌いです。なんで嫌いなの？めんどくさいから。うまく描ければ好きになるから。まあ、自分の思い通りに絵が描けるようになったら好きになれる。まあ、ワンチャンだね。おー、それも実際経験しんと何とも言えないです。とりあえず嫌いです。今は嫌いだったね。嫌い。で、今回とうとう新緑の猿と小石のような男で絵描きラジオ始めていきたいと思います。超だね。お前やる気出すの？んでテーマなんだけど、はい、その絵が好きじゃなくて嫌いで普段描いてない素人の新緑の猿さんと普段絵描いてる小石のような男がどうしたら絵が上手くなっていくかみたいな感じのテーマで話していくラジオの第1回となります。さあ、そのラジオの名前は？バン！恋猿の恋メロメロ絵描きラジオ！そんなキャミキャミなんだ。その、聞こえてないもんね。ああ、大丈夫。はっきり言ってほしいってこと。了解です。それが言ってほしかったです。そう。わかりました。言い直してきた。伝わるように言ってほしい。あ、その内容、はい、あ、しっかり、そう、しっかり、マジのやつ、普通に、今回は僕、猿が、まあ、素人目線でその絵について語ります。まあ、その絵の描き方か、上手になるコツを説明してあげる。で、それを小石のような男が正すみたいな。正すんだ。で、いいっすよね。とりあえず違うよって。とりあえず僕の小説はまず前提で違うよっていうのを聞いてるんですよ。で、一緒に話してって上手くなっていけばもしかしたら絵が大嫌いなサルさんも好きになるかもよっていうラジオだね。もしも動画ってことね。動画じゃねえわ。ラジオ動画でもタイトルなんで。ちゃんと普通にさ、聞き取れてないもんね。あー、タイトルね、新緑のサル、かっこ素人が教える絵の描き方講座。ラジオのタイトルだ。そっちじゃない。そう、めちゃくちゃ。で、今回から始まるラジオのタイトルは題して小石と猿のラジオぶつかり稽古。ということで、はい、始めていきましょう。はい。で、第1回なんだけど、まあそんな深い話をしてね、まあ軽めに、サルさんがいつも気をつけてる絵に対する考え方みたいなのを軽く話していこうかな。まあいつもって言ってたけど、いつも書いてないけど、まあいいや。まあまあ、それは内緒の話でしょ。わかりました。裏事情ね。裏事情、裏事情。じゃあまず、どっから話せばいいかな。書き始めか。そう、書き始めていうか、どういう気持ちで絵を描くといい絵が描けるか。簡単じゃないですか。そんな、なんすか、言ってみてくださいよ。まず絵の動画見ます。おー、抜き抜きます。リセットします。はい、何も考えません。はい、スタートです。あ、無になって始めろ。そうで、その無になるために必要なのが、まあ僕個人的な意見ですけど、なるほどね。なるほど。でもそれは確かにいいかもしれない。なんか日常生活ってストレスに感じることが多くて、いざ絵を始めようってなってもイライラとか他のこと考えちゃって絵に集中できないとか、なんか線がガタガタになるよね。心の乱れは線の乱れっていうじゃん。心拍数バワバワになったらみたいになってもらうし、心を統一しないといい線は描けないと思うから、サルさんはそのリセット法をそういうことしてるだけで、だから精神統一してから始めるっていうサルさんの心得ってことか。まあそういう感じでかな。深いね。まあ僕はあの鳩の絵であの偉大なる小石先生に高評価もらえたから、
僕も上手だからね、だから説明してあげる。いや、あれ動画で演技で褒めてたんだけど全然いいと思ってない。そうなの、うん、何これ何これって思いながら見てた。図に乗ってた僕がバカらしい。図に乗んじゃねえ。じゃあここからすでにちょっと僕もう乗る気なくなっちゃうからやめようぜ。いやいやいや、ごめんごめん、俺が悪かった。ってことで今なんだか上手。オッケー、でリセットね。リセット。じゃあもうまた僕めっちゃできるっていう風に勘違いしてやってるから。いやいやいや、自信満々でいける。わかりました。っていうとこからスタートです。とりあえずスタート。何も考えないとこからとりあえずスタートします、うん、スタートはまず精神を統一しろと。その次にまず、まあもちろんその模写やったらその絵と絵を見てどっから描こうかなとかなるやないですか。うん、なりますね。したら迷いますやないですか。迷います。そうしたらそのトンとまず紙にペンを置きます。なんでです。とりあえず置くの。あ、とりあえず置いちゃうんですか。とりあえず置けばもう書くしかなくなるから。なるほど。でそこで自分はどういう形、例えば三角みたいな感じに書き始めたんやったらそれももちろん三角で耳っぽいんで、うん、もう耳ってもうそこからスタートっていう、もう直感でいきましょう。直感で書くと。そういいじゃないですか。そうもうつべこべ言わず本当に黙って書け。なるほどね。でも余計なこと考えてるとペンが止まっちまうじゃねえかみたいな。そう不思議なのことは考えるなと。なるほど、そのために最初したわけです。そうだ。なるほど、深いね、それは本当に。深い。だってさ、書き始める前にさ、何書こう、どうやって書こう、こうやって書くとはなんだって考えすぎて結局その日を無駄にするよりは書き始めてから考えろと。そうやね。歩きながら考えろ。そうそういう感じね。そう、要はその目の前にしてから考えろだよ、まあそういうことか。頭でっかじになるなと。そうやね。なるほど。つまりヤングックになれってこと。すべてわからなくなった。今まで理解したつもりでいた。まあ。さておき。その次は書き始めました。その次どうする？俺に聞くの。そしたらまあ。どうすればいい絵になるか書いていく途中で。まあそうやな。まあ比率を考えながらも、うん、やっぱり自分が動きたい方にしなりつつしなりつつおう、君が進みたい方向に迷わず一歩ずつ線を引くがよし。おどういうこと。難しいやろ。解読が難しいな。解読もう一回言ってじゃん。何やったっけ。いつも考えとるやん。あー、オッケー決まった。おー、決まった決まった。問題発言のそれ。決まったって。まあまあそういう時もあるさ。はい。でもう一度復習しようか。おさらいね。 おさらいね、うん、己の心の光をまず探しなさい。まずは自分の中にある心の光じゃないのを探す。次2番。そしたら闇がおのずと浮き出てきます。光があれば闇がある。日が昇るとおのずと影はできる。その2つは必ず存在するものであると。そう存在しないことはないから。なるほど。そしたら3つ目に梅干しを舐めよう。全てを忘れよう。説明してくれ。要は光見つけます、目投げます、はい、闇見つけます、ダウンします、目星見つけます、全部忘れたい。そう、とりあえず考えるっていう頭を使うっていうことをね、うん、感情を動かすっていうのをわざと起こして目星でリセットしようっていう論です。書きつつも常に無で居続けるのか。そう、無っていうか、まあ、刺激与えつつ冷静になれ。あー懐かしい。懐かしい。反応に困っちゃうよ。懐かしいってだ。何が懐かしいのかよく分からんけど。そう、あの心は熱く、頭は冷静に。
その冷静かつ情熱を持って絵を描けと。そうやね、熱々でいいよっていうの。冷静にいなくていいの。まあ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 、まあ、冷静は二の次って感じ。なあ、そうなんだ。熱々でいいよ。とりあえず情熱を持って絵に取り組みなさいっていう感じかな。そうだね、うん、深く言うとそういうことだね。わかりやすい説明だったね、サルさん。やろ。いやね、その絵を描くっていうその現物的なやつに立ち向かうのではなく、空想、気持ち、精神面で整えよということですね。まあ、まずは技術だけじゃない。いや、技術以上に大事なのは己の心だと。そう、とも言える。ああ、なるほど。そう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 。熱いね、さっき。そう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 、っていう感じかな。まあでもこれは注意事項ね。絵を描く上でしか役に立たないから注意して。ああ、うん、もう本当に絵が上手くなりたい人は情熱を持って絵に取り組みなさいと。そうそう、その他そスポーツやる恋愛全く使えませんから。情熱熱々は、ね、全く使えませんから。いや、スポーツでも使えるじゃん。そうなの。ダメなの。それは専門外だからちょっと分かんないから僕には聞かない。まあ分かった。で、サルさん、その情熱を持って日頃絵に取り組んでると。そう、1日何時間絵を描いてるんでしょうか。0時間です。ダメだ。